本日は数秘術について皆さんに情報をシェアしていきたいと思います。皆さんですね、コメントとかレターとか送っていただいても本当にありがとうございます。スタンド FM と Spotify と YouTube、3つのプラットフォームで同時配信しているんですけども、 YouTube のコメント欄ですとか、スタンド FM のレター機能を使ってですね、お便りいただいてまして、ちょっと返信の方どうやってするのかちょっとわかんなくなっちゃってて、スタンド FM ちょっと慣れてないので返信できてないんですけども、ちゃんと読ませていただいてますので、皆さんどうもいつもありがとうございます。本日も光の音楽クランツサウンズが制作しました 432Hz のピアノ BGM でゆったりとお過ごしください。番組の最後にですね、いただいたご質問に関して回答していきたいと思うんですけども、本日は数秘術についてです。先日ニコラテスラの369の秘密ということで、369とソルフェジオ周波数の関連性、また432の関連性についてお届けしました。まだ聞いてないよっていう方はぜひ概要欄にリンク貼ってますので聞いてみてください。非常にね、面白い数字のマジックが隠されていますので、まあその流れで、そういえば数秘術僕昔ハマってたなと思いまして、数秘術の、資料をですねちょっと読み漁って、またこれも面白いなと思ったので、ぜひ皆さんにシェアしたいと思うんですね。369のその数字に隠されたエネルギーにありますように、やっぱり数秘術っていうのは古代から、めちゃくちゃ人類にとって神秘的な存在であるというふうに取り扱われてきました。古くはですね、紀元前3000年頃の古代メソポタミア文明とかでも、天文学とか占星術などと密接に結びついていたということなんですね。で、バビロニアの占星術とかでは、数字と惑星の位置を用いて未来予測をしたりとかですね、王とか国家の方針を数秘術によって決めていたということなんですね。実際にこのレベルの古代国家っていう風になりますと、やっぱりまあ宇宙人の介入があったんじゃないかという説が濃厚になってますし、やっぱりエジプトのピラミッドとかですね、ピラミッドの建設をどうやってやったんだっていうと、音楽家として濃厚な説という意味では、まあ周波数、音を使って意思を浮かせていたんじゃないかっていうところが、まあ僕としては今のところ濃厚じゃないかというふうに思っているわけなんですね。そういったテクノロジーはじゃあどっから来たのかっていうと、まあ宇宙から来たっていうふうに考えるのが自然かなというふうに考えております。で、その各地域各文明に散らばってきた数秘術っていうのを、まあ、まとめたのがピタゴラス教団っていうような流れなのかなっていうふうに考えてまして、ピタゴラスは、まあ、万物は数であるというふうに唱えてですね、数とか数字っていうのをめちゃくちゃ大事にしてたんですね。で、ピタゴラス教団っていうのは一つの、まあ、宗教団体っていう認識を持たれている方もいらっしゃるかもしれないですが、どちらかというとですね、数学者団体なんですね。数学者が集まってですね、数字とか数秘術に関して研究をしていた、まあ、科学集団みたいな、ところが強いのかなというふうに思います。またですね、ユダヤ教の神秘主義思想のその派閥があるんですけども、そこのカバラ、数秘術っていうのがありまして、まあそこのゲマトリアっていう数秘術があるんですね。まあそこがまた数字の体系的なその考え方が数秘術全体に大きな影響を与えたと言われています。まあユダヤ教の神秘主義っていうのはどこが起源になってくるかっていうのを特定するのは難しいんですけども、まあキリスト教ができる前にですね、ユダヤ教もたくさんのその派閥がありまして、その中で秘密集団と言われているエッセネ派っていうのがありますね。で、そのエッセネ派の流れを組んでるんじゃないかっていう説もありますので、まあかなり古代の英知がその神秘主義派の思想には、残っているんじゃないかっていうふうに考えています。で、このですね、ゲマトリアっていうのがヘブライ文字に数字をこう割り当てて、まあ聖書のテキストを数字で解釈するとかですね、そういった方法が用いられているわけですね。まあ聖書と数字に関してもですね、これかなり深い話がありますので、これまた機会がありましたらどっかで、お伝えできればなっていうふうに思っております。で、数秘術の昨今で言いますと、先日ご紹介しましたやっぱりニコラテスラっていうのとシュタイナーですね。シュタイナーも数字をめちゃくちゃ大事にしてたんですね。で、シュタイナーっていうのは特にまあドイツ人、ウィーンですね、ウィーンの人なので、オーストリアの人なので、まあ音楽にすごい精通しているわけなんですね。音楽とか芸術に精通したそのスピリチュアルリーダーっていうふうに認識されているわけなんですけども、で、このシュタイナーは人生そのものに7年周期がありますよと、人生を7年ごとの段階に分けて、それぞれの段階で特有の、まあ、発達段階があると、課題、成長的、精神的な成長とか課題が、機会としてありますよと。まだですね、このチャンネル自体がその
どういうリスナーの、年齢層の方が聞いてるかっていうデータが取れるような状況じゃないので、わからないんですが、皆さんおいくつでしょうか。おそらくですね、その10代の方は聞いてないのかなっていうふうには、まあ勝手に想像しているんですけども、まあ21から28、28から35、35から47とですね、まあ7年の人生の7年サイクルっていうのをシュタイナーが定義して語っているのがあります。で、これはね、ノートの記事で、補足記事として置いてますので、興味のある方はですね、リンクをたどっていただければなと思っております。まあそれぐらいですね、数秘術、数の神秘っていうのは世界各地の文明だったり、まあ権力者が大事にしていたりとかですね、シュタイナーレベルのスピリチュアルリーダーがめちゃくちゃ重要視していたりとかですね、すごいパワーをまあ持っているわけなんですけども、実際ね、数秘術の凄さっていうのを皆さんも体験してみていただければ、おお、なんかすごいなというふうにこう感じると思うんですね。なので数秘術のこのライフパスナンバーっていうのがありまして、ここで人生のパーソナリティっていうのは決まってくるんですが、これをね、実際にライフパスナンバーとエクスプレッションナンバーっていうのとソウルナンバー、パーソナリティナンバーっていうのがいろんな種類があるんですね。これを、弾き出すためには生年月日とですね、あとローマ字での名前、これが必要になってくるんですが、これね、計算するの結構めんどくさくって、その数秘術の本を買ってもですね、まあローマ字の母音と子音での数で分けたりすると、で別に改定やってもいいんですけども、プログラムで作れるものなので、クラントサウンズで私がプログラムを組みました。で、クラントサウンズの公式サイトの記事の方でですね、数字秘術の自動計算プログラムっていうのがありますから、そちらもリンク貼っておきますので、ぜひね、入力してチェックしてみてください。これでライフパスナンバー、あなたのライフパスナンバーが弾き出されます。これを裏でね、Python が動いてまして、別に情報収集するものでも何でもないので、危ないものではないので、ぜひ入力してね、楽しんでいただければなと思います。で、ライフパスナンバーとかですね、そういう他の数字を用いて日常とか人生に取り入れましょうっていう記事をですね、その後に続けて書いてますので、例えば職業とかですね、あなたに向いてる、あなたのその数秘術のライフパスナンバーに向いた職業っていうのがありまして、これね、実際おそらく私と同年代もしくはそれ以降の人は、いや、その職業についてますという人がいるんじゃないかというぐらい、かなり当たってます。いろんな人に聞いても、その職業だったりとかですね、あ、昔なりたかったんだというようなことがあったりとかですね、まあやっぱり魂っていうのは、その知ってるんですね、このいつ生まれてくるかとかっていうのは、もう一日ずれるとですね、一日早くても一日遅くてもライフパスナンバーって変わりますから、私はこういう仕事がしたい、こういう表現がこの世でしたいと思って、この日に狙って生まれてくるみたいなところがやっぱりあるんじゃないかって僕は思います。それがまあ、すごい膨大な、俯瞰してみると、まあ、まるでね、そのリーマン予想のような感じですよね。俯瞰してみると、おそらく素数の秘密も見えるんじゃないか、数秘術の秘密も見えるんじゃないかとか、そういう意味で、数秘術ってすごい重要かなと思います。私のライフパスナンバーって3なんですけども、クラントサウンズのページでですね、あなたの人生に数秘術を取り入れるというところで、プルダウンメニューからあなたのライフパスナンバーを選択すると、出てくるんですね。で、3のライフパスナンバーの人は、まあ、創造性、想像力、表現力豊かで、芸術デザイン、執筆、パフォーマンスなど想像力を発揮できる職業が向いています。コミュニケーション能力が高く、人前で話すことや教えることにも才能があります。マーケティング広報、ソーシャルメディアマネジメントなど人々を魅了し影響を与える仕事も適していますと。自分のアイデアを形にすることで満足感を得ることができ、創造性を生かして楽しく働ける環境が最適です。具体的な職業例としてアーティスト、デザイナー、作家、広報担当者というような感じなんですね。まあ、芸術家ですから、まあ向いてるのかなというふうにまあ思います。あと本当ね、人前で話すっていうことが、まあ、今なんてもうね、ポッドキャスト誰もいないんで一人で喋ってるんですよ。部屋で一人で喋ってるんですけどが、まあ、人前で話すどころか、こうやって誰もいないところでマイクに向かって一人でペラペラ喋れるっていうのは一種の才能なのかなっていうふうに思ったりしますね。最近思いますね。自分自身としてはもうね、
昔から別に人前で喋ることに抵抗も何にもないですし、ただね、やっぱり人前で喋るのは本当にダメなんですっていう人とここ最近初めて会ったんですけども、ずっとね芸能の世界にいましたから、そういう人って まあ芸能の世界には行かないですよね。そういう人と初めて会うと、あ、結構人の一種の才能みたいなもんなんだみたいなところを最近知りました。皆さんはこのライフパスナンバーとですね、このライフパスナンバーのパーソナリティ、一致していますでしょうか、もしくは全然違うでしょうか。まあそのあたりもね、コメント欄の方でぜひ教えていただければなと思います。あとで非常に面白いのがデイナンバーっていうのがあるんですね。で、そのライフパスナンバー、あなたの数秘術のライフパスナンバーに相性のいいデイナンバーっていうのがあるんですね。これは数字のエネルギーですよね。エネルギーの相互関係がすごくバランスのいい日っていうのがあります。で、このデイナンバーっていうのは、ライフパスナンバーの計算式と同じなんですが、こちらもね、簡単にデイナンバーを計算するっていうプログラムを記事の中に埋め込んでいますので、あなたの気になる日付ですね。例えば、なんか旅行に行く日程ですとか、なんか実家に帰る日程ですとか、いろんな日程ですね。まあ、投資を始めてみる日程ですとか、宝くじ買ってみる、まあ宝くじはお勧めしませんが、宝くじを買ってみる日程とかですね、そういう縁起担ぎの日みたいなのは、このデイナンバーをちょっと意識してみてはいかがでしょうかというものなんですね。実際ありますよね。なんか3ヶ月、半年ぐらい先でもう別に、数日ぐらいずれてもいいし、何週ずれてもいいし、このあたりでどっか日を確定させなきゃいけないとか、そんな時にですね、なんか大体なんか大安とか仏滅とかでこう決めたりしますよね。まあそれぐらいのなんか感じでですね、未来のデイナンバーを計算して、もしあなたの、ライフパスナンバーと相性が良ければ、その日にしてみるとかですね、まあそういう験担ぎのような感じで利用してみてはいかがでしょうかというものです。それとこちらはですね、シュタイナーの7年周期、人生の7年周期サイクルにも当てはまるようなことなんですけども、パーソナルイヤーナンバーっていうのがあります。今年はあなたどんな年ですか。まあよく日本で言うと厄年とか言われますよね。今年厄年なんだ、後厄なんだ、前厄なんだって、ほとんど厄年やないかというような話なんですけども、このパーソナルイヤーナンバーはその年の西暦とあなたの誕生した月日をですね、入れてもらうと計算して出てきます。で、そのパーソナルナンバーで今年はあなたはどんなフェーズにいますかというものを、ちゃんと記事の方で表にしてまとめていますので、ぜひそちらもチェックしていただきたいなと思うんですね。ちなみに私はですね、パーソナルイヤーナンバー5で、変化と自由と冒険の年というわけでですね、まさに本当にまさにっていう感じですね。で、プログラムの中にはですね、そのあなたのライフパスナンバーと相性のいいライフパスナンバーの人のナンバーっていうのも、プログラムで自動で出るようになってますので、まあ、気になるあの人とか、ご夫婦ですとか、家族ですとか、まあ、計算してみてですね、なんか相性が良かったよとか、まあ、ちょっと話のネタになるような、プログラムになってますので、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。結構やってるとね、いや、当たってるやんっていうのがね、わかります。わかりますし、特にデイナンバー、相性のいいデイナンバーとかはね、確かに僕も振り返ってみて、いろいろ計算してみたんですが、振り返ってみると、なんかこう、アクションがある日だったり、まあ大きなことが動いた日だったりとかですね、するわけなんです。なので今後もですね、クラントサウンズは数秘術とか数の、神秘性、数のエネルギーとかに対してですね、すごいちょっと力を入れて研究をちょっと高めていきたいなと思っていますので、またそういう数秘術とかですね、関連する情報などあれば、ぜひレターの方、またコメント欄の方で教えてくださいませ。ということで、最後にちょっと質問コーナーということで、YouTube のですね、コメント欄で質問いただいてたことがありまして、まあ、その質問のところには回答させていただいたんですけども、藤井風さんが 432Hz で演奏されてるっていう回でですね、いろんなコメントをいただいております。その中で、藤子ヘミングさんもちょっと音程が低いような気がするんですというようなことをコメントをいただいているんですが、まあその方にはですね、まあクラシック音楽っていうのはまあ432で調整することはほぼほぼまあないですよっていうふうにコメントを返しているんですが、現代のその調整されたグランドピアノを使ってですね、コンサートで432を選択するっていうのは現実的にはほぼほぼありえない話でございます。まずその 432Hz で調整して、そのテンションをですね、維持する機能が
維持するように設計今されてませんので、クラシック音楽とかね、特に30分とか1時間ピアノを弾き続けなければいけない状態で432っていう緩いですね、テンションを張った状態で演奏会を行うっていうのはまあまずないです。で、440Hz とかそれ以上の周波数にしてもまあ緩んでくるっていうような状況ですね。休憩の合間に調律師が調律をするっていうような状況なので、まあね、あのピアノフォルテとかもっと古い楽器とかですと、よりテンションの維持率っていうのが低くなってきますので、ピアノフォルテの演奏会なんて1曲ごとに調律したりとかね、しますので、それこそ 432Hz のピアノコンサートとかになってきますと、1曲ごと調律しなければいけなくなってきます。ところがですね、まあ、こういう実務上の話っていうのは、まあ、これはこれで置いといてですね、ここからちょっと精神的なスピリチュアルな世界に行くんですけども、僕がね、ダニエル・バレンボイムという、まあ、めちゃくちゃ優秀な、まあ、本当に天才領域の音楽家がいらっしゃるんですね。まあ、彼は指揮者であり、ピアニストであり、まあ、両方めちゃくちゃすごい人っていう、まあ、なかなかね、指揮者っていうのは大体、その専門楽器を持ってます、バイオリンだったりピアノ、まあピアノは全員多分弾けるんですけども、まあそんな中でもピアニストとしても抜群にもうトップクラスを走り続けられる存在というふうに僕は思ってるんですね。で、ダニエル・バレンボイムさんのレパートリーの中にベートーベンがあるんですけども、ベートーベンのね、彼のベートーベン全集を、ライブの版をですね聞きますと、音律がちょっとおかしいんですね。で、音程もなんかおかしいんですね。で、これ、いや、でも冷静に聞いてみると普通なんですよ。で、ちょっと気になったから、調律師、知り合いの調律師に、これって、あれ、これって平均率って言って、これ440だろうかっていうふうに聞くとですね、まあ、そうですね、ということで返ってきたんですね。いや、これちょっと平均率の音率じゃないんじゃないかなっていうふうに思ったり してたんですけども、まあ、空耳アワーのようなもんでですね、一度そういうふうに思い込んで聞いてしまうと、もうそれにしか聞こえなくなってきたりするわけなんですよね。でね、これすごい自分の経験とかと照らし合わせて考えてみたときに、あのね、ピアニストってそれはもうあれね、装置ですから、変えれないんですね。バイオリンみたいにその微調整ができないんですけども、これ実はね、微調整ができちゃったりするんですね。本当に不思議なんですけども、ピアニストがもうそういう思いでグッと弾きますとですね、コードがこう、コードの和音ですね、和音の中で微妙に、例えば第3音がちょっと下がってくるとかですね、そういう風にこう思想、思いの念のパワーで周波数が調整されて会場を響かせるっていうことが実際に起こります。いや、面白い話なんですね。これも信じてもらうしかないんですけども、これができるんです。で、こういうですね、ピアノに長けた人っていうのが、例えばアルトゥール・ミキランジェリっていうピアニストだったりとか、先ほど申し上げた、まあ、ダニエル・バレンボイムもそうなんですけども、ミキランジェリなんかもその曲によって音律が変わったりします。彼がこの音律でやるんだっていう強い念を持ってですね、演奏するんで、録音にちゃんとそういう風に周波数が変わって残るんですね。まあ、これ本当に非科学的な話なんですけども、これは芸術の世界で実際に起こり得ます。なので、藤子ヘミングさんの音がですね、ちょっと低い気がするんだっていうその感受性ですね、それはすごくめちゃくちゃ繊細な感受性なのかもしれません。私ちょっとあんまり藤子ヘミングさんの演奏聞いたことないので何とも言えないんですけども、かなり繊細な感受性の方の可能性がありますという、回答でございました。というわけで、本日はちょっと長めになってしまったんですけども、数秘術の面白い話と、ピアノの音程は思いで変えられるという話でございました。本日も最後までご視聴ありがとうございました。3つのプラットフォームで配信しているんですけども、ぜひぜひ、皆さんのよく使うプラットフォームで登録していただいて、よければいいねボタンを押していただいて、よければ質問とかご意見ご感想など、レターとかコメントでいただければなと思っております。まだまだ残暑厳しい暑い日が続きますので、体調管理など気をつけてお過ごしください。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。